このビデオでは劇的なサヨナラ勝利を収めた準決勝の模様をお送りします。相手ピッチャーなんですが、このように本格的なウィンドミルのピッチャーだったので苦戦しましたが、このような渋いタイムリーヒットですね。なので点を重ねました。はい、こちらのバッター、東京大学出身のゆうすけさんはこの試合1番センターとして打って走って守って大車輪の活躍を見せてくださいました。はい、そして同点で迎えた最終回裏の攻撃、先頭打者として迎えた私の打席です。2ストライクか、こちら低めの球をちょこんと合わせて出塁に成功しました。初日にはホームランなどいいバッティングができたんですが、この2日目当たりが止まっている中、こういった渋い当たりで最終回先頭打者として出塁できたのは非常に大きかったかなと思います。そして次のバッターのところで、パスボールとゴロでワンアウトランナー三塁という状況を作ります。そしてこちらのバッターはファーストへのファールフライに倒れて2アウトランナー三塁となります。はい、そしてこの場面でゆっくりと打席に向かうのは商社マンでリオデジャネイロ在住の雄一さんです。今大会扇の要キャッチャーとして全試合マスクをかぶりチームを引っ張ってきました。この男に命がかかっています。そして初球ドゥッ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 、見事に決めてくださいました。頼れる男がこちらでまた一つ大仕事を成し遂げました。私もしっかりとサヨナラのホームを踏み決勝進出を決めました。本当に劇的な試合でした。いかがですか？最高ですね。僕はもう渋い仕事できたんでよかった。ちょこんとレフト前に一郎みたいでしたね。あれが出てよかったです。あ、決勝タイムリーのコメントいただきたいですね。ヨコさんヒーローインタビューはい、はい、私が試合決めちゃいました。あ、いや、ゆうすけさん、ゆうすけさんもこの試合ですね、王様です。東京大学出身のゆうすけさん、はい、決めたのは俺です。大車輪の活躍です。いやこの勢いで決勝も頑張るぞ。実はまだ準決勝なんですよね、これね。では決勝、でもこれ以上取れ高ないんでもう切っていきましょう。はい、ちなみに決勝戦ですが時間の関係で同点のまま試合終了となり、2チーム優勝となりました。本当にいい大会でした。皆さんありがとうございました。ミートブリガードチャチャー。